秋吉台に来てます。秋吉台まで来ましたか。秋吉台まで来ました。ここでようやくなんていうかな、石灰岩が露頭が見えるあたりまで来たんで、ここから録画スタートします。正面のところがもう白い粒々が見えてますね。あ、左の方すごいな。でついさっきまで地元の方が、なんか地元の方が秋吉台に観光に来られてて、戻るところで出会ったみたいで、一応挨拶させていただきました。おお、なるほど、こういうところか。おお、わあ、すごい、これはすごい、本当に石灰岩ばっかりだ。地形というか山肌は全然違うけど、阿蘇山とかあの辺りのイメージがあるな。多いな。そして道が狭い。ビーナスラインとかとも似てるかな。うわ、雲の影が、こういうのは動画の方がいいな。ちょっとこう、全部いけるかな。うわ、ブリッついてる。フィニッシュ。
ここちょっと短いか。うわ、これがあの路頭にあるやつか。白い、てかコンクリみたい。このビューポイントか。こういうところの下は鍾乳洞とかが確かいっぱいあるんでしたっけ。もうちょっとパノラマ撮らさせてもらいます。こっちで、
ああ、ちょっと曇ってしまったな。電波は、ああ、一応立ってるな。秋吉台に来てます。電池切れる。交換しないと。そんなないな。ここまで結構登ってきたんですけどね。ハイライトはちゃんとなだらかな道になってる。本当に破壊してみた色的に墓石のようです。わあ、こんにちは。なんだろう、新車の人が多分か、本当に。今晴れてくれたらな。右向こうとすると、僕の充電に使っている USB ケーブルが
伸びきるな。ちょっと照らしとくか。一般に使ってあるんじゃなくて、なんかちょっと実験的にやってるようにも見える。ここなんかコテージかな、キャンプ場みたいなのがありますね。あ、結構あそこ人がいる。変わってきたな。なんか牧草地に変わってるところもある。あれあれで綺麗。トレイルがあるのか。行ってみるか。パラッと来てるな。ぐらいかな、20分とかだったらちょっときついな。
給水所。あ、こんにちは。これ、それ、あ、これビデオ撮ってるだけですけどね。映ってます。あ、どうぞ。ごめんなさい、ありがとうございます。これ歩きでどのくらいあるんですかね。どこ1時間ぐらい。あ、1時間もかかるんですか。ゆっくり回られて1時間ぐらいとか言われた、ええ、1時間10分ぐらいとかって言われた。ええ、あ、裏もあるんですよ。申し訳ないですね。あ、これですか。お二人ですか。まあ、行かれるコースによって、ええ、あ、結構あるんですね。はい、なんか、ああ、ちょっとこれだと今日夜遅くなるな。今北山やらやったら ね、10分で、それがね。あ、そのもんですか。自転車で次どこに行かれるんですか。あ、これからまた長門に下って行って、で、今から宿探しするんですよ。あ、そうなんですよね。でもなんか連休中でいっぱいですね、どこも。まあ、野宿のテントとか持ってきてるんで、いざとなったら、ええ。で、ここ綺麗なとこなんで、これで撮りながら走ってきたんですよ。ええ、じゃあちょっとこれだけ行ってみます。はい、はい、北山、はいですね。あ、地図差し上げましょうか、これ。じゃあですね、あ、お願いします。今ここなんですよ。ほんでこれ山ね。ちょっと 見た目が悪かったから今ちょっと山みたいな感じ。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。大丈夫かな。あの山の。あ、すみません。すいません。歩きだと結構このヘルメットカメラは揺れますよね。なんか続けて見てるとかなり酔うんじゃないかな。
ここにもキジがいる。今の声は本当どこでもいるな。3時半か。空が白いとこれは GoPro だと地面が黒いかな、それか空が真っ白に飛んでるか。山展望地へ歩き中。どっちだ？ひばりがすごいな。あれか。どんだけエネルギー使ってんだろうあれ。よし、こっちでいいのかな。また向こうで霧が鳴いた。
めんこいか。うわ、すごい。あれがさっき来た駐車場で、こっちの広がりもすごいな、向こうの山も。こんにちは。こんにちは。ね。おお。ここもすごい。おお。この景色。CG みたい。これちゃんと。ラブにはさっき時間がすごいな。あの出っ張ったのが一個一個あの影を落としてるのが、落としてるっていうか陰影くっきりしてるのがとても嘘くさい。こっちの方は白い割合が多いな。こんにちは。
うわー、真っ白。ヒバリがいっぱいな、この辺り。草原は山焼きによって維持されている。草原の裸地化、裸の地と書いて裸地化が進んでいます。なるほど。草千里ともまたちょっと違うな、阿蘇山の。お、あの道は高速道路？この下のところは普通の 森みたいな感じですね。あ、そっか、でもこれ山焼きしてるかしてないかの違いなのかな。山焼きしないとあの状態なのかな。で、向こうはさっきアップダウンして走ってきたところですね。あれはキャンプ場に見えたところだけど、どうなんだろう。動いてる。あ、動くのかこれ。ポノール。あ、そっか、ドリーネだ。
この辺りで少しくぼんでるところがある地形のことドリーネっていうのを思い出した。水曜どうでしょうのネタでドリーネに落ちたら命ドリーネだ。やっと思い出したというか思い出したというか、この説明ってようやく分かった。高速道路みたいな効果があるんですよね。調べてみよう。これ動画だと画面を固定してるからいいんですけど、目で見るとどのぐらい動いてるかが、目が勝手に動きに合わせてしまうんでわからない。鳥が多いな。これヒバリかな。お、やっぱりあれだ、さっきヒバリに違いない。こんにちは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 。バイバイ。ほうじろ説か、聞いたことないな。じゃあ、私はこうやってご家族連れ時に挨拶できるんですけど、若い女性とかのだけのグループとかは
どう見ても下心あるようにしか聞こえないだろうから声かけられない、挨拶できない。日焼け止め塗っておいてよかった。この録画を始める直前に日が照ってきたんで塗っといたんですけどね。さっきから照りっぱなしになった。ちょっと結構上で時間食ってたから今の時間は、あ、でも15時30分ぐらいか。かわいいな、人形さんみたいだ今の。本当に
食あ、すいません、多分これ GoPro の高さギリギリじゃないかな。じゃあ多分ポタワイ切れてるだろうから、あれまだついてた、通信してないと結構持つのかな。でもこの真ん中のあたりか、うん、この先電波あんのかな。でもフォーマの電波を調べます。電波じゃないエリアだ。あ、まだか。繋がった。あたりは、ああ結構入ってるな。じゃあ発信してみるか。
これを外して。あ、横浜住んでるんですけど、いや、津和野まで特急でやってきて、で、今日3日目です。津和野まで津和野からスタートして、前津和野まで走ったことあるんですよ。だから津和野、増田、萩、で、萩からこっちに今日来たところです。これからもう長門まで海に出て、で、そこで宿探しです。見つからなかったらテントです。宿が見つからなかったらテントで。ええ、で、あ、いや、まあでも趣味ですからね、ええ、これで個人の趣味で生放送みたいなことをしながら走ってるんですよ。生放送みたいなことをしながら、ああ、そうなんですか、ええ、あ、これで落として、あれ音声も入れられるの、ええ、あ、そうなんですか。これから今つないごうとしてたところです。フォーマの電波はだから田舎でも使えるんですよ。で、それ使って家パソコンで見てる人にここの景色見せるんですよ。あ、4世さんじゃあね、あ、もう全然、そうだね、もう40超えてますよ。わ、ええ、まあ、この格好もありますね、自転車だと。結婚しよったの？いや、してないんで、こういうことができるという。できる、できる、元気あるできるんだ。まあ、事故ないよね、気をつけてください。ありがとうございます。ね、瀬戸内、山、ここ山口県だけど、はい、豊富というの分かりますかね。山口、瀬戸内側の、ね、豊富、豊富、豊っていうのは防ぐのじゃなくて、防ぐ、防ぐ、あ、豊富ですか、うん、あ、途中なんか字、うん、見ました、見ました。防ぐに大阪府の府でしたっけ、ここですよ ね。あ、これ豊富って読むんですか、うん、豊富、豊よ、あ、豊富じゃなかったんですね、知らなかった、うん、ちょうど真ん中辺ですよ、瀬戸内海側の、ええとこですよ、豊富ね、ええ、私も瀬戸内海、しまなみ海道とか何とか行きました。しまなみ海道はずっとまだずっと、あ、ですかね、ずっとまだ広島、あれ岡山、岡山か広島の方、広島のあたりですね、ああ、ええ、頑張ってね、ありがとうございます。これで戻りましたかね、一応時刻合わせもしとくか、必要、GoPro は
録画し つけてるから必要ないはずだけど、見えるかな。読み上げない。もしか行かれたか。さっき間違えてるの。あ、来た。あらありって聞こえたな。こうしてこうして。街を繋がってる繋がってる。これでどうだ？通信速度はあんまりだ。あ、来た来た来た。おっしゃ。バッチリ。カルソ大地です。もうカルソ大地の一番綺麗なところはもう自分で一人で堪能しちゃったんですけどね。そう、さっきですね、秋吉台に来てから晴れ始めました。ここに来るまでずっと小雨ばっかりだったのに。よかった。ハイライトだけ晴れました。あ、霧、そうですか。周りが乾いてるからかな。いや、独身、40代。うん、で、今さっきここのところには展望台まで登ってきたところです。カメラに穴が開いてる。XP のですね。でも、あれと違うところは、そう、いい天気。あ、ヤギさんいらっしゃいませ。ん？声。ああ。あれ？これ、大丈夫ですよね、声。あれ？大丈夫じゃない？声、あれ、音声、NG？ Windows の丘。軍手、あります。XP。あ、コウスケさんいらっしゃいませ。清志久美子でございます。石灰岩がゴロゴロ出っ張ってるのがちょっとXP と違うところですね。ん、好きなんです。電波弱め、不安定ですかね。よし、じゃあちょっともう4時近いんですよ。ここまでこんな時間かかってしまった。昼飯はですね、時間つきません。昼飯は途中、あ、野焼き、そうそう、野焼きしてこれ保ってあるらしいですね、この景観を。ドリーネ、そう、ドリーネって文字列忘れてたんですよ。どうでしょうな、あれなんだっけと思って。
で上まで行ったら説明書いてあったんで、ああドリーネだと思い出しました。ドリーネに落ちたら命ドリネですね。ん、あれ今ハンドコさんか、今のはちょっとよく聞こえなかった。今これは何だろう、ただの駐車場ですかね。無料給水所って書いてある。これマラニックとは関係ないんだろうな。お、自転車の人いるいる。お、なんか旗立てて、あ、自転車大丈夫かな。宿、いや宿は、あの桜さんに教えてもらった宿にとりあえず電話したらさっき埋まりましたって言われた。大丈夫かな。いや私のネタじゃないですからそれは。ネタでしちゃうな。こんにちは。こんにちは。あ、鯉のぼり。あれって。よいしょ。あれって。はい、何か。え、何か。でもですか、これ。あの今生放送中です。あ、マジですか。ええ。ニコニコ生放送ってやつで。なんとか電波あるんで、ここさっき放送、あのずっとここまで電波なかったんですけどね、また再開したとこです。それあのダイソーで売ってるやつですか。いえ、そうです。私もそれ買ってこの間あのその吹き流しだけ使って、はい、あの風向きに合わせて常に追い風で走るっていうのやったんですよ。あ、ネタとしてあれだ。あ、じゃあ一応じゃああの、あ今ここ出てない、そうか、ちょっと今これここでコメント聞いてるんですよ、スピーカーで流しながら。じゃあこれ名刺ですけど、よかったらどうぞ。自転車名刺です。どれか、ああ、すいません。じゃあ、ええ、それで辿っていただければ。はい。じゃあどっから来たの。あ、住んでるの横浜なんですけど、今日はあそこ萩から。あ、そこ行ったの。顔隠すの忘れてた。それはサングラスされてるんで。あ、それでなんとかプライバシーは。じゃあ、はい、あの気をつけて、あっち側ですね。僕たちあっち側です。逆方向です。じゃあお気をつけて、はい、よっと。なんかあれって言われたから、じゃあまた。またじゃないや、ニコ生。なんかうおーニコ生っていきなり声が上がりましたよ、離れた瞬間に。うおーニコ生って。あれもう見えない、早っ。電波安定してないですかね、もしかして。それかあれかな、また FMLE となんかウェブカメラの接触不良で切れたかな、切れたかな。タン、あ、ダメだ、これ読み上げができてないんだ。なんかおとかえとか言ってる。今これ来てるんですかね。お気をつけて、あ、来た。気をつけて。そうそう、あの私もなんかあれとか言われて、なんかもしかしてって言われたんだっけ。あってんばって、本当ネタ好きだな。うおーニコ生。いや別に知られたわけではないんですけどね。痛いね。さあ、お、でこの秋吉台の道はですね、綺麗なんですけど、あの狭い。あの観光シーズンに来るのは結構リスク高いです。なんか読み上げ小さいな、やっぱスピーカーちょっとおかしくなってきてる。あ、トマトル。多分これ2つ入ってるスピーカーの2つ入ってるスピーカーの片方死んだんじゃないかな、音量が妙に小さい。まあ雨ざらしにしてましたからね、雨の間中外すの面倒で電波が。
の？あ、今のは下りだったから早かったです。これはちょっと歩けないですね、サバンナ。あ、で、あ、ちょっとまだな、この辺りはまだ草原の方、緑色の割合が多い。景色があっちの方がすごいんですけどね、ちょっと小さいかな。石灰岩の白い粒々が、まあ岩なんですけど、徒歩配信はいるんじゃないですかね。一応私は湖彩って文字列はキーワードにしてアラートかけてるんですけどね。40キロ、40キロは出てないんじゃないかな。40キロまで出てたかな。まあでも下りだったら確かに出るかも。ん？スピーカー水入ったのかも。バラしてみますかね。制限速度、電波ないっすか、ないっすか。パソコンは大丈夫です。おお、近い近い。おお、これ多分スピーカー片方死んだな。中身2つ入ってるの映ってますか。これこういうあの白い岩があちこちから突き出してるんですよ。岩があるというよりこれ多分地形全体がこうなんですよね。下が草で覆われているだけで、多分山並み、あ、山並みハイウェイですかね。山並みハイウェイはあれ草原ですよね。ここまであの凸凹が細かくなくて、もっと大雑把な。でもすごいな、ここまで道が見える。山並みハイウェイは最初あの下っていくと阿蘇山に行きますね。あ、広い岩見えます。岩チュンチュン。あ、山口です。山口県秋吉台。秋吉堂には多分行ってる時間ないというか営業時間もあるんじゃないかな。もう4時近いですからね。画像大丈夫ですか。キュッキュッっていうのはあのピーシクパーシク言ってるのはヒバリですのことかな。ヒバリがですね、展望台のあたりまで行くとかなりやかましいです。うん、カルスト台地です。今走ってるここは確かカルストロードって書いてあった。うん、何銭よかった、これ配信できて。多分スピーカー死んでます。だから私はただでさえ聞き落としやすいんで、コメント読まれなくても怒らないでください、すいません。秋吉台ソフト食べてないですけど、石灰とか入ってるんでしょうか。カルスト、うん、阿蘇ですか。あ、そうそう、確かに阿蘇に似てるところもあると思います、かなり。お、私もこの景色は初めて見ますよ。あまり見たことない、こんなの。なんか微妙に音楽流してるな。うるさいほどじゃないけど、なんだろう、今指ささあの左手の人差し指を上に上げるポーズはあれなんだろう、あの こういう意味じゃないのかな、こういうことじゃないのかな。すみません、あのそんな風評被害を。なんだろう今の、こうやってた、どうやって見えたかな。そう、ボコボコ鍾乳洞。あ、鍾乳洞多分営業時間厳しいと思うのと、みんなこっち側に向かって写真撮ってるの、出し撮ってるのかとか言いませんけどねとか思いませんけどね。あ、この景色か。引き下げろ。なるほどね、確かにそれ意味わかる。ん？大理石ですかこれ。チーズ、チーズ、あ、あ、おー、八重なのかな、友達。中指じゃなかった、人差し指でした。やべえサイン、振り返した。
どけって言われそうですね。よいしょ。うわっと。びっくりした。ちょっと今、段差越えるときに氷が重いのほうが引っかかって、重いのか、重いのほか重いのほかでした。あ、先ほど突然ありがとうございます。あの島根の方ですね。秋吉台から戻られるとこだった。もう帰られたのか。さっきですね、これ秋吉台でこの景色が見え始めるあたりで止まって、あの GoPro の録画のスタートをしてたら、あの出発しようとしたところにロボさんっていきなり声かけられてびっくりしたんですよ。車の方から声かけられて、でちょっとお話ししてまた名刺渡したりしてきました。そう、先ほどそのことを、そういえば放送始まってから言ってなかったな。面白いですよね。今来た、車がいるだけで、それはちょっと私も自転車がいるだけでって言われることになるから、そう、スロボどうですかね。私は初対面で相手に何か威圧感を与えるのかどうか、肩幅的には威圧感を与えない自信あるんですけどね。少なくとも何か、あの殴り殺されそうっていう危機感を与えるない自信はあるんですけどね。映ってますかね、これすごいな。ただこれの北側半分は全然電波ないんですよ。昼飯食ったあの大正堂っていうところの店の集まってるところも全然電波なかったって、今ないな、今繋がってないっぽいな。あとは今日の宿どうするかなんですよね。まあ最悪の塾で明日配信はできないけど、明日は下関に向かうだけだから、あとあれか、門島だか隅島だかによるかな。電波が全然ないのか、あ、でも読み上げはしてないだけかもしれない。これトイレか、ただのトイレと駐車場。右に行くと、あ、あっちが清志道か。清志道に行ってると多分遅くなってしまうので、というかもうそろそろ終わりそうなので、あ、そうだ、チェック。わらわら、あれ、あ、来た。あれ、秋吉と前の方か。今日はですね、あの長門に泊まりたいんですけど、宿があるかどうか分かりません。ツイート、あ、トツいただいた時にはですね、あの電波なかったんです。全くなかったんです。本当に接続してない、未接続っていう状態でした。ルーターが、あのフォーマン、端末が。おお。有名観光地、これでどうだ。割と安定してますね。ここは長門ゆきっていうのが、あのアニメの方だっけ、アニメというか春日のあれだっけ。あれ、また止まったな。あ、なくなりました。でもこの辺り不安定ですね。ここからずっと下って、あと大体下りかな。あ、ほら、これカルストロード。これ242はもともとなんだ、元、あ、ダメだ、凹凸がわからない。この辺りくらいも見えたかな。元、これなんだろう、32かな。剣道が2桁から3桁に格下げされたっぽいです。また切れてるのか。
不安定だな。不安定ですね。おお、かかるな。じゃあこれでは清志台のあのカルスト地形みたいなのお住まいなのかな。あとは洞窟か。パンクじゃないよね、びっくりした。荷物重いからブレーキ減りそう。RA、 うん、電波、あ、来た、トマト。うわ、風受けてると聞こえねえ。てか自分の声も聞こえてない。今これで40キロは出てないと思うんですけどね。一応軽くブレーキかけながら下ってるし、でも下りは結構出てるからな、意外と。晴れてよかったです、本当に。初めてすっきり晴れた、3日目にして。お、切れてない。これ後で登り返しとかないよな。下るときにいつも不安になる。これって登り返しでまた登らされるんじゃないかと。あ、ぬるくなりました。線だらけ。もうちょっと広ければな。広ければ、あとは車が少なければって勝手ですけどね。電波意外とガンガン下るな。秋吉台のあそこだけ台地になってるのか、カーブが。うん、しかもこの車の多さとこの狭さ。お、悪口。ああ、寒くなくなりました。雨が降ってる時だったらこの状態だとかなり寒いんですけどね。あの雨具を着たり脱いだりしてました、さっき放送してない間は。アドレナリン。一応フォーマのエリア地図さっき見たんですよ。お、ウグイス電波。うん、日本海、あーですか。長門市の泊まり、どうしよう。長門市のですね、観光案内のページが宿泊の値段とかも書いてないんですよね。とりあえず最大6000円までの中で、あ、GoPro で撮ってます、撮ってます。GoPro ちゃんと撮れてれば。あ、で、GoPro、晴れたんで、ケースから取り出して、裸マウントにしたんですけどね、やっぱ重さが全然違う。感じる重さが。多分ケース自体の重さがなくなってる以上に、重心が下がってるんだと思うんですよ。こう、頭振っても割と平気。ハウジング付きの時にはどうしてもなんか振り回される感じだったんですけどね。うん、50出てますか。いや、出てないんじゃないですかね。ウェブカメラは広角ですかね。どちらかというと強角じゃないですかね。エンディラー本当必死でしたよ。来ました、広谷という交差点です。で、秋吉堂ですね。あ、一応この先なのか。秋吉堂はちょっとスルーしようかと思ってるんですよ、時間的に。まあ、配信も路線できないだろうし。
ですか、それでも行った方がいいんだろうか、観光地的に。秋吉道600m、こんだけ人がいるってことはまだやってんのか。んこれまたバッタ半ば、草バッタ半大、何ですかあれ、草バッタって何ですか。なんとなくイメージからすると、あの草滑りのソリみたいなもんかなと思うんですけど、草バッタ。そう、天気急に良くなりました。あ、東京高い、軍艦、あ、長門だからかな、なんですかね、草バッタ。長門まであと20、30はないぐらいじゃないですかね、多分30キロあるかな。ガリガリ君、こっちはかなり涼しいです。雨が降っていると寒くて、天今日が当たるとちょうどいい、とても気持ちよい、あの体が乾いてるって本当気持ちいい。楽天で探しますかね、電波はいいとき探しとくか、今探すか。ん、計測器、ん、ビビった。うわ、人多いな、ここもやっぱり一大観光地だから。パワーストーン、ん、どこしました。これ入り口ですね、鍾乳洞。ちょっと あまりにもこれはちょっと、これは行きたくないな。すごいな、参道みたいになってますね。カナダですか。これは、あ、ちなみに鍾乳洞の観覧料金は、あ、全くですか、 OK、 それでいいですかね。あの大正堂もですね、大人1000円でしたよ。こっちだといくらなんだろうな。まあちょっとあの、この、え、ユースホステルある、あれありましたっけ。おっと、赤だった、危ない危ない、あの車が変なとこ止まったって。草バッタだと、ここに肉バッタとかいるのかな。仮面ライダーですか、でしょって。え、ユースあります、ユースあるんだったらそこ行きたいな。あれでも確か検索して見つけられなかったですけどね、あの日本郵送してる協会のページ見てないと思ったんですが、ありますかね。ちょっとじゃあここで、あ、おもちゃですか、なるほど。土産物、へえ。長門まで行こうと思ってます。ニュースホステルって、秋吉田ユースって何ります？この近く。まあでも確かに長門まで行っといた方が、長門まで行っといた方が明日下関にたどり着けるかどうかなんで、本当着けるのかな？あ、今こそうだ、出します。今ここ忘れてた、オンにしました。ん、狭いところ、そう、もう16時。鍾乳洞ってでも観光地としてメジャーというか人集まるところなんですね。ここまで来る、あ、そうそう、あとここまで来る途中の道、あの放送できてなかったあの三桁国道がですね、もういい道でしたよ。天気だったら本当最高で、雨でもまだちょっと走ってて嬉しくなる道でした。ん、何っぽい、あ、ちょっとすみません、聞き逃した。秋吉温泉ってこの近くなのかな。ん、
まあ長友まで行っといた方がいいかな。 GoPro 動画ちょっと編集に時間かかるかもしれません。あと1分、じゃあ次役撮ります。まあ今日泊まれなかった場合は野宿して、明日はもう写真だけの後でスライドショー放送だけするってことで、すみません、美女法あたりが結構いっぱいなんじゃないかと思うんですよね。あ、じゃあちょっと次の枠取るまでの間にジャランで調べます。あ、ジャランじゃない、楽天トラベルがいいのかな。そうそう、ジャランは確か昨日調べて、あ、今朝調べて、秋、ホテルプランが今日泊まる大人一人分が一個も見つからなかったんですよ。あ、お疲れ様でした。じゃあ次枠までの間にちょっと調べ物します。楽天トラベルですね、楽天トラベル、ありがとうございます。黒谷口、あ、あの近くなのか。あれ、え、楽天トラベル問題起こしてるんですか。なんかニュース見てないからな。よし、じゃあうーん、徳じゃあここで、よいしょ、パソコンでやった方がいいかな。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ、うん、超晴れております。うん、ありがとうございました。何か、ですね、長門の空いている宿などない、宿なんてありません。やった、和食かな、どうしようかな。まあ今秋吉堂のすぐ先です。宿なしだ、知ってた、木の上にまあ道の駅が多分どっかあると思うんで、今日もペヤング、ただ配信はもうちょっとできなくなりますね。ん、 iPhone？ ん、特、え、なんかキャンセル宿が分かるサイトとかあるんでしょうか。特なんだろう。お、いらっしゃいませ、なじく。でも配信できないですよ、もう。配信できない以上に、あの iPhone すら使えなくなるとちょっとやばい。ん、何で充電、どうやって、ウエストバッグにパソコン入れて、でヘルメットにウェブカメラくっつけて、あ、そうそう、あのひでぼうさんまた来てくれとか言うのは勘弁してください。そんなことを要求できない、私は要求したくない。ん、さくらさん、あ、さくらさんの、そうそう、あのさくらさんがツイッター書いてくれてたんですね。あ、そっか、この近くニュースがあるか。うーん、しかしな、今日はできるだけ長門まで行っとかないとな。あ、皆さんに探してもらうのもどうだろう、独力で旅行してないことになるしな。いや、マロさんもだいぶ遠いと思いますよ、ここだと。いらっしゃいませ。そう、そんなことちょっと要求さちら、え、残りの2件ってなんか、あれ、情報もう2件とかありましたっけ。桜さん、カナダ、今カナダですよね。
まず海を渡らなきゃ。あ、山口秋雄次第、いや取れてないんです。親切、ただ親切を要求するのはちょっと身の毛がよだちます。山口秋雄終点だから、これは走っていたら山口行ってしまうのか。ダメだな、旅行気分、あの宿が見つからない気分もあの味わってください。あ、宿探すのはありがとうございます。じゃあ、あの即電話してみます。放送中ですけど、放送中なんですけど、まだ日があるうちに。ただそれは長門市内で大丈夫ですかね。ちょっとあのどれどれ、うん、今頃、あ、本当晴れてるといいな。今日の昼からようやくあの今回の旅行初めてのすっきり晴れですよ。晴れました。長門ステーションホテル、あ、これさっき出てきたかな、駅の近く。じゃあちょっと電話してみます。あ、そうか、これ音声が切れるようにしとかないと私の携帯番号を言うことになるから。あ、すいません、今日一人って泊まれるでしょうか。え、あ、やっぱりいっぱいですか、わかりました、すいません。はい、失礼します。1軒目アウト。次、次、民宿旅館は大宮キャンセルも、そうですね、もしもし、あ、そうか、いかん、左耳当てると読み上げが電話に入る。あ、今まだ来てないです。いざとなったら切れるようにしてます。すいません、ですね、今日一人って泊まれるでしょうか。はい、あ、大丈夫ですか。あ、お願いします。今からでも夕食って間に合いますか。あ、だったらぜひお願いします。お願いします。はい、今ですね、秋吉島のあたりで自転車でそっちに行ってるので、ちょっと7時か、もしかしたら8時ぐらいまで遅くなるかもしれないんですけども、あ、大丈夫ですか。名前は吉川と言います。吉川勝彦。はい。あ、連絡先のときに大丈夫ですかね。ありがとうございます。ありがとうございます。大宮さん大丈夫でした。ありがとうございます。大宮さん。場所確認する間もなく電話してしまったけど。どこだろう場所。今声大丈夫ですかね。復帰しました。あ。カリ監獄ってどこ。ありがとうございます。やった、で1泊2食5000円から、そんな安いんですか。いくらって今言われたっけ。ちょっと割と動転しててあのよく聞いてなかった。まあでも6000円でも7000円でも
これか。お値段のことすっかり忘れてました。まあお値段はもういい大人ですから1万円とか言ったらちょっと引くけどな。まあ1泊2食で今から2食夕食大丈夫だそうですよ。で地図はこちらをクリック。長門駅の近くだそうです。長門市駅か。いや1万円わかんないです。福原さんありがとうございます。楽天トラベルに出てこないあの宿でした。そういくらかわかんないです。おなんだこれ、見たことないインターフェースだ。名前は大丈夫ですって。どんだけラグあったんだこれ。うん、あれちょっと待って、すごいラグだ、すごいラグ、すごいラグ。うわうわ全然行ってない。あっていうか上り行ってないなこれ。あ行った、あ音切れた。あ来た来た来た、300安定した。でもありがとうございます。ちょっとリロードお願いします。本当にさくらさんありがとうございます。助かりました。これで安心して配信しながら行ける。もう電池のこと全然気にせずに行ける。で本当にこれ大丈夫だ、バッテリー持つよな。ありがとうございました。大宮さんち、大宮さん、大宮、大宮どっちだろう。あ本当だ、駅のすぐ近くだ。今からでも飲食 OK ってすごいですね。あれかな、なんか食事屋さん兼飲食みたいなところかな。うん、50回避ありがとうございます。どこ今はですね、グレートラグタイムショーってあのシューティングゲームのことですか。あのドマイナーな、私プレイしたことないんですけどね。皆さん聞いてないです。助かりました、さくらさん。あの宿情報 from カナダ、キャナダ。まあ、5000円からでさすがに1万はないと思いますけどね。でも7000円ぐらいまではゴールデンウィークで変動するかもしれないから分かんないですね、医者の場合は。で宿配信できるようになりました。そう、駅すぐ近くです。今どうなったんですかね、ラグとか。一応私の電話番号は聞こえてないですよね。まあ電話番号バレたって別に特定されるわけじゃなくて嫌がらせ電話かかってくるぐらいだろうけど、もう対携帯だから向こうにだいぶお金かかるはずだし。上がりすぎ。でもありがとうございます。でもやっぱこういう旅行の宿見つかるかどうかっていうのはどうでしょう。でも何今の声。あ、こんにちは。青木医療費なんか電熱器とかに使ってやりたいですね。今なんかあーとかいう声がどっかから聞こえたけど、何タイプ？ん？食事が？休日料金は十分ありますね。ん？ナナコさんとソーライさん、あ、今ここでってことですか？よかったです、本当に。あと30、あ、ホームページあります。高くないと、そうですね。温泉か。まだ見ないで。はあ、よし、自炊、今日も自炊ないです。今のところ1回しかしてないな。野宿も1回、はあ、あ、かけない。あ、初見さんいらっしゃいませ。とって余裕です。カナダの人本当ですよ。カナダに行っているさくらさんという人すごいな、ね、インターネット時代すごいな。あ、深夜なのでありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。助かった。まあ助かったって死にはしないんですけど、配信というか、あの、そうか、 GoPro 録画もできないとこだったんだ。危ねえ、後に残すことができないとこだったって。まあ写真は残るんですけどね。
とりあえず写真さえ残れば今までと同じの同じ情報量は残る。でもできればこの高画質録画とかしときたい。でなんか切れたな。お、来た。電話番号。ん？秋吉源人。箱馬車。しかし私が20分かけて楽天トラベルで調べまくって一件も見つからなくて、何故さくらさんがスパッと見つけられるのか不思議。でもやっぱりネットワークの回線の太さっていうのはかなりありますね。あ、すいません、避けてもらうほどの狭さでもなかったけど避けられてしまった。ちょっと見て、あ、お疲れ様です。楽天トラベル、もうら、あ、全然してないと思いますよ。あとはある程度、そう、さくらさんです、黒猫のさくらさんですね。あ、止まった？よっ。あ、ここから右折だ。なので、2段階右折の、あ、動いてます。ありがとうございます。時速はまあ20キロぐらいですね、巡航。3段階直進っていう名前ありましたね。なんか、ラグをネタにしてるのかっていうぐらいの大きさでしたね。秋吉橋。皆さん、こんにちは。ダンボール？ダンボールは、明日はまだ最終日じゃないです。明日ですね、下関まで行きたいんだけど、何キロあるかまだ調べてない。長門市から下関まで海沿いに角島だか角島だか隅島だかっていうところに寄るとして、下関のトンネル、あ、昔くぐったことあります。一回ど真ん中に福岡県と山口県の県境ありますよね、人道トンネル。そう、エレベーターで降りて、なんか降りたホールが、イメージで言うと高松市の地下鉄の、高松市の四国の高松市のどっかの地下の地下道に似た感じ。具体的に言うと面取りされた、ん？小鳥？面取りされた丸い円柱の椅子が置いてあるんですよ。椅子というか、なんかそういうコンクリの出っ張りがあるんですよ。あれは角島ですか？あれもなんか今日、あ、リエさんいらっしゃいませ。その会社の部長さんから観光情報としてもらってたんですよ。イメージが来ません。ん？あ、ダメだ、風が強くなってくると聞こえなくなってくる。スピーカーがどうもおかしい。あれ、角島ですか？角島？ゴンザレスさんいらっしゃいませ。角島ですかね、あれは。ん？いらんの？あ、ラジオはほぼないですね。ほぼというか、どんだけ聞いてないんだろう。FMLE は今どうですか？ちゃんとできてますかね？ん？画像で？ふうふう。あ、風ですか。スピーカーはどうも半分しか音鳴ってない感じ。谷筋ですね、ここは。だからアップダウンも全然ない。超楽です。で、この先、あ、ぬるぬるですか。この先はJR の線路に合流して、で、それに沿って海まで行きます。ん？何何？あ、止まった。もう宿が決まってて、とりあえずそこにたどり着ければもう快適な生活が約束されてると思うと
なんだか気の張り方が全然違いますね。気の張り方というか、あの緊張感が。ん？動画？動画で車載配信をお知りになったということかな。あ、ほらこれ黄色いガードレール。あの山の中にの、山道でかなり古いガードレールも黄色でしたよ。だからあの夏みかんイメージして黄色いガードレールにしたっていう話があったのはどんだけ昔からなんですかね。軽く 2,30 年ぐらい経ってそうな感じでしたけどね、古いガードレールは。山口構造アップダウンがなんとかかった印象があって、98かつかないな、私はつかないな、そりゃ。都市伝説、あとあの人道トンネルとかあれ24時間じゃないんですよね、きっと。じゃあ下関の手前に泊まって、で翌朝下関渡って、あの福岡の実家まで走って、で顔を 1分ぐらい顔出した後に地震の嘘つけ顔出して、でそこから列車に乗って博多まで臨行して空港から帰るかな。あ、そうだ、でも荷物いろいろ送んなきゃいけないんだ。別に今持ってるこの荷物を丸々飛行機持ち込もうとすると超過料金がかなりかかるはず。あとはあのそのまま持ってきたくないし。ん？スカイマーク？あ、スカイマークです。ん？天気と、ん？テンションかな。全然なんか気分違いますよ。そう、天気良き。お土産トラさんは何だろう。スカイマークの方が安いですね。あの ANA とか JAL はあの少なくとも普通に公開されている値引きプラン、値引き割引料金じゃ全然スカイマークよりも高いですね。全然高いとか言ってしまったって、もう今時こんなこと言わなくていいか。全然は否定語と一緒に使うんですよみたいな話は。そう、お風呂、布団ゴロゴロできますね。自転車もまだそれだけやったことないんですよね。あの自転車を送るっていうのが、ん？ JAL がなんだっけ。お、水多いな。止まったか。動いた。自転車あり、走行中よけ。と思ったらばっかりだな、さっきから。まあでも年に 2,3 回ですけどね。眩しい。これ GoPro の CCD じゃなくてシモスだっけ。あ、いらっしゃいませ。組織開けるのかな。ん？お、ちゃった。福岡からあの飛行機輪行です。重たい荷物、キャンプ用品は全部宅急便で送ってしまって、ほぼ自転車だけにして、いやこれフォーマーです。夜10時か。ギリギリ100キロだったら間に合うかもしれないけど、なんたって頑張らないとポリスですから。峠の場合は無理しないっていうふうにちょっとあの安全策取ってますけどね。気温もちょうどよくて、昨日の夕方ごろ、ん？片桐市？あ、それ昨日の夕方は笠山っていう萩の観光地に行って、 GoPro もほんのちょっとしか撮れなかったんですよね、バッテリー切れて。下関から文字、鉄道だとどうなるんだっけ。ん？ダンボール持ってないです。まあ、だ実家に帰れば箱なんか
利用できると思うので、まあ、なくても宅急便の営業所に行けば置いてありますよね。意外と高いけどな。確か箱1個270円ぐらいしたはずです、段ボールのやつ。妙に道がいいな。ドクターイエロー、あの色とよく似てますね。秋吉堂はですね、人混み見て逃げてきました。こりゃ無理と思って。秋吉大のカルスト大地はたっぷり見てきました。うん。悪いはず、あ、そうですか。釣りしてみるか。5000円か、やっぱそこそこしますね。微妙だな。銀行で持っていく手間賃5000円か。道は、ここはでもまだマシですよね。秋吉台のところは結構狭かった。あ、でも似たようなもんかな。歩道があるも違いますけどね。失礼しなさいよ。みたいだけど、それはあります。それは全然否定しません。今日はなんかあちこちかなりいろんないいとこ行けましたよ。予想外に。前半は道間違えたおかげで、後半は天気が良くなったので。確実じゃないのは何だろう。明るいですよ。こっちが日が暮れるのは7時です。夜の7時。宿は7時には着いて夕ご飯食べたいけど、今から2時間ですよね。ちょっと距離測っとこう。長門市駅まで20キロだったらちょうどいいです。あ、ラグ。ここ、あ、こっちじゃないや。長門市駅、ここへの道順。あとこ了解です。まだまだあるな。まだこれ30キロぐらいはありますかね。じゃあ夜8時か。やっぱり日が暮れて1時間か。やばい。ちょっと急いでおいた方がいいですね。こりゃ宿に電話した時に7時か、遅くて8時ぐらいになりそうですって言っといたんですよ。夕ご飯頼んどきながら。なので8時までに着けばなんとか言い訳は立つ。嫌な感じ。いや、全然なんかものすごく感じのいい奥さんの声、お母さんの声のイメージだったかな。ちょっと向かい風が、これ北風か。あと2時間じゃ私の足じゃつかないです。一応観光してました。で8時、そう、8時過ぎた瞬間にピシャーンと閉められて3分ラグる。うん、また連絡します。あ、そういえば業者で自転車で思い出したけど、セブンイレブンに自転車保険のポスターが貼ってあった。なんと自転車保険があんなに表舞台出るなんて、ちょっとびっくりしました。自転車保険ってドマイナーじゃなかったのかと思って。優しい。うん、少なくともさっき電話した感じでは。自転車保険はキープレフト、チームキープレフトに入ってます。この間4月20何日に更新かけたんで遅れて縮小ですよね。うん、儲かる。どうだろう。ああ、増え始めた。保険料年間4000円だったかな。保険料だけじゃなくて、そのチームキープレスの会費としてですけどね。今日はきちんと宿に泊まれることになりました。カナダからのお知らせのおかげで。カナダからの、
そう、クロムカナダ、あれ何でしたっけ、映画でしたっけ。元ネタ知らずに言ってますけどね、後列そういうのあったなと思っただけで。今回本当いろいろ助けられてるな。うん、損害賠償、映画か。結構昔のなんですかね。飯より宿、原則ですよね、どうでしょう的には。宿まで30キロぐらいまだあるみたいです。あ、起動次第までにえらい時間かかったからな。相変わらずどこにそんなに時間食ってるのかよくわからない。スピードもあるんだけどな、スピード遅いのもあるんだけど、後ろから前からはあれじゃないんだっけ、日活じゃないんだっけ。あ、お疲れ様です。通訳取ります。ん、放送なし、あ、ありがとうございます。まあ大丈夫だと思います。30キロ近くかな。梨狩り受付所7時に、いやー、デブい猫だなあれ。朝食、いや、そうでもないですけどね。じゃあ次役取ります。デブい猫だ、渡ろうとしてるのかな。あの人のやつは道渡るときに危険感じると止まるから危ないっていう、ビクッと止まるから引かれるらしいですね。あ、よかった、向こう行った。いらっしゃいませ。音大丈夫ですよね、内蔵音源鳴ってませんよね。いや、本当大丈夫かなこれ。長寿梨、梨食いて、秋だけど。これちょっと音声とか映像とか問題あったら教えてください。ちょっとこれ次は予約枠に変えた方がいいですね。5時半近くなったら予約枠に切り替えます。うん、ん、中、あ、江東区の方いらっしゃいませ。うん、大丈夫ですかね。いらっしゃいませ。あ、そういえばさっき秋吉台で放送始める前に豊富っていうところから来た、多分山口県の瀬戸内海の方、10年豊富ってとこから来たおじいさんに話しかけられていろいろ説明したりしてましたよ。全然関係ないけど、豊富って文字ですが突然思い出されたので。うん、今ですか。でも5時半まで。いや、今日これさっき秋吉台からスタートしたのが30分間隔じゃない時間帯だったので、あとはまあいつ切れるか分かんないと思ったんで。うん、ん、説明なんだっけ。宿は取れました。長戸市駅の近くの民宿大宮さんです。お、民宿大宮かな、青い海です。夕食も用意してもらっちゃってるので、ここの山並み妙にいいな。天気がいいのもあるけど、本当良かったです。ゆっくり休めます。ん、何当たる。3時間あれば多分着きますね。あとはこれまっすぐ行ったらJR の、あ、その先左か、長門23キロこの後気が本当楽になりますね。確実、あ、ただ夕食用意してもらってるんで、せめて8時には着かないと、最悪8時になりますと言ったんで。30キロのはず。あれ、そこ23キロで出てましたね、なんでだ。あれ、もしかして私が出したルートは最短路じゃないってことか。ちょっと確認。いや、宿駅の近くなんですよ。それで安さ、何かありそうだ。
いや、おかしいな。特に最短じゃない道じゃないと思うんだけどな。分かりづらいですね。最短だと思うんだけどな。ん？ある意味どこ基準？沖縄基準。うん。急半坂道だとってことですかね。あ、気に入け線路通ればトロコ宿所よりわらわらって書くのですごく嘘くさいです。でもわらわらがなかったら判断しづらいですね。あえて分かるように書いていただいている、うん、おや、わらわら偽物め、うん、今時速20キロあるかな、あるかも。あ、うん、本当23キロって書いてありますね。あれ？おかしいな。体感で、そう、スピードメーターというか、あの、再婚ついてないので。あ、スピーカーですね。スピーカーつけてる写真あったっけ？あ、確か枠説明。枠説明の中にツイッターのつぶやきの画像へのリンク貼ってたと思うんですけど、どうでしょう？ん？自転車本体のことはもう全然知らないですけどね。スピーカーだったら100均のやつを耳元に、ヘルメットの耳元にガムテープで貼り付けてるだけです。でそこにイヤホン、あの延長ケーブルで PC からの音を流してるだけです。ただなんか音量が半分ぐらいになった丸聞こえでございます。なので人混みに入っていくときは音量下げてから入ります。結構タイムリーなタイミングで、サイクリングロードみたいなところ、サイクリングじゃないや、歩行者道路か、自転車歩行者道を走るときに、あのどけどけとかいうのをいいタイミングでコメントする人がいるんですよね。あれやめてください、ぜひやめてくださいなんてタイミングで。あと養女とかいう読み上げも、あの下手したら捕まるのやめてください。詐欺、聞かせない聞かせない。ん、長友本、あ、途中通りますけどね。そう、機械と話してライトライダーキット、ん、押すなん、緑、うん、言うなよお兄さん。ああ、いっぺんありましたね。いい女の子でしたね、あの子は。あの、なんていうか社会の仕組みが分かってる感じでしたねあれいつの時だったかな、何のタイミングで言われたんだっけっ誤解されますよね風がこんなこと言うのか。心ないコメントも多数含まれるので、そう、人混みでやるというのは禁止です。あと人混みで運慶とかいうのも、いや、それは分かんないか。運慶ってあれかなって思いますね。仏像だっけ、仏像じゃないや、運慶誰だっけ、なんかそういう 人だか神様だっけ仏像だっけありましたよね。時々は本当に入れてください。仏像を作る人でしたか、作った人でしたっけ、でしたっけ。これ何でしょうね、水じゃないかな、一刀彫り。あー、なるほど、一刀彫りってのはあれですかね。あ、リエさん、え、今なんて、これ地図に載ってるのかな。あ、10分後。あ、ガミンの電池切れた。これは何かが移動するためじゃなくて、
そういうの前もなかったでしょ、それ。安全な、あれこれそうですか、水路でしょう、これ多分水路か別のものが流れてるか。水道橋 F、 お、いらっしゃい。ん、何ですか、クロッシーって聞こえたな今。やった、あ、もう晴れが。ん、ガーミン電池炭酸2本で10時間ぐらい、なので丸1日走ってると切れますね。これ昨日の夜交換してたんですよ、あの夜風呂に行ってるホテルに向かう途中に切れちゃったんで。炭酸2本でございます。無手じゃないです、それずっと言ってますね。よいしょ。お尻が痛くないローラー滑り台は重要。あれ本当痛いですよ、ガガガガガって。ん、水路じゃない、今日は野宿じゃなくて宿が取れましたよ。見る、うん、カバみたい。そうですか、ガーミンがカバ、ヒポポタマス。あ、じゃああれ石が流れてるのか。あ、確かに長いコンベアといったら、あ、取れました。秩父で加納山っていう、加納姉妹のあの加納っていう名前を、加納山っていう下着が吹っ飛ぶんです。加納山から秩父駅のあたりまで、近くまでずっと山突き切ってベルトコンベアが伸びてますね。これ軽いです、そうそう。ん、何が変えた、 GPS どこから切れてた。ああ、少し手前から切れてるな、数百メートル手前から。ん、本当っていうのは、じゃあこれ採石場のあの石灰とか送るやつですかね。うん、ご風呂録画中です。今日眠くないんですよ、不思議。あ、 GoPro これ切れてるか、GoPro なんか切れてるっぽいです。ちょっとチェック。充電できてなかったか。ああ、やっぱ切れてる。これはじゃあ多分、ああ、やっぱり給電できてなかったのかな。ああ、じゃあ途中まただいぶ、これで